まあ、要はあの山崎野々花がセッターがの位置がですねポジション1、2、3という、まあ、セッターが前衛から始まるという形でこれもあんまりやってない形なんですけども、もうこれは多分サンティアゴとドルーズのマッチアップスということを考えた采配なのかなというふうに思いますけどもね。非常に高さのあるマッチアップになりますね、はい。さあ試合が始まりました。まずは JT のモミーのサーブからです。さあこれは小畑が拾います。田中とボリューム触ってはいたんですが、できません。そうですね、珍しくちょっと躊躇した形になりましたけどもね、はい。まあ、セッターの山崎もあのいきなり青柳を、ね、あの使ってきましたけども、はい。まあ、青柳ももう本当決まるときはもうすごい決まりますんでね、まあまあ、出だしとしてはまずまずこれからでしょう。もう一回使いましたね。おっと、これは決まる、はい。ちょっと相手のいないところに落としていきました。はい、でラインのギリギリのところに落ちてきましたね。青柳そしてサンティアゴですよね。この上げを埼玉上げをのミドルは非常に強力な武器だと思います。この、ドルーズはねこれはもう本当に世界の大エースですから、はいはい、今でもナイスパワーですね。パワーで持ってきましたね。パワーと高さを兼ね備えています。ドルーズ、田中のサーブ、山岸のサーブレシーブ、ロレンネ、これは JT のポイントです。まあこれね、あのロレンネあたりの出来が一つの埼玉の鍵になりますけどもね、これどう調子出させるのか、まあ今序盤ですからあれですけども、まだまだですが、その辺が一つの鍵になりますね。 JT 田中のサーブ、これは打てません。返すだけになる。 JT はチャンスボールが回ってきます。ドルズ、そうですね、今のも、ね、ドルズ十分な体勢じゃなかったんですよ ね、 そ, うですね、もうそれでもこのそうですね、まあ、ほんの埼玉ゲーですよね。第1セット序盤の3分差、田中のサーブです。山岸のサーブレシーブ、ロレンネ、これは小畑が上げる。バックアタック、山岸上げる、打ちセット、いや今見応えのあるね、小畑のナイスディッグ、そしてその後の山岸のナイスディッグ、はい、そうですね、これはね両チームのリベロ、両チームのリベロも日本のトップリベロですよね、この2人。山岸は、シーズンの開幕前には負けたくないライバルが JT の小畑だと言ってました。これはね、あの全日本でね、あの 山岸も全日本でこう行きましたけど、最終のオリンピック出れなかったからね、まあ、小畑選手はもう日本のリベロとして活躍しました、ね。まあ、その辺のところの悔しさっていうのはね、あって当然だと思いますけどもね、まあ、そういうチャレンジ精神というかライバルを持った方がいいと思いますね。カットダウンのサーブ、点差は3点です。サンティアゴ、ボールに触っていたんですが上がりませんでした、はい。これで埼玉アギオのポイント2点差になります。まあ、ここはね、あのやっぱりミドルの先ほども言いましたけども、埼玉の一つの生命線、青柳そしてサンティアゴのね真ん中の攻撃ですよね。山岸のトスからロヘネ、繋いでいきます。しかしこれは返すだけ。埼玉アギオのチャンスボール、ロレンネ、ボールはダイレクトで返ってくる。もう一度行く、しかしこれはブロック。そうですよね、
4年目のアタック1回目ね、そのナイスディッグされましたよね。ですからちょっと、まあ、向きにはなってないんでしょうけども、ちょっとブロックに叩きつけてしまったというアタックですね。それを逃さないブロック、芥川ですかね。このナイスブロックでした。ロレンにもちょっとがっかりしたような、はい、あの表情がありました、佐藤からのロレンネですが、これは打てない。小畑からドルズ、山岸上げる、プッシュ、もう一度小畑からドルズ、これはアウトになります。チャレンジですね。さあ今のは、ブロックタッチがあったかどうかのチャレンジですね。ドルズはもう3点後の左手に当たったというようなアピールですよね、はい、このシーンです、はい。まあ、いつも言いますけれども、打った本人は分からなきゃいけない、分かるんですよね、この、まあ、ワンタッチしたかしないかというのは。だからまあどんどんしたと思ったらアピールをして監督にチャレンジを取ってもらうというのはいいと思いますね。チャレンジは1試合に3回失敗するまで何回でも使うことができます。まあ、このチャレンジも本当非常に重要な監督ができる采配のうちの一つでね、まあ、成功しましたけども、まあ、こんなこと大きいですよね、やっぱり。さあこのチャレンジは成功ということで、ブロックタッチがあったということになりまして、ポイントは JT に入ります、はい。まあね、ドルーズはもうほとんど、そうですね、チーム全体の打数の約4割ぐらい打ってるんですよ。ちょっといろいろ数字見ましたけども、相当な打数なわけですよ。それで今週もだいぶ試合がもうやり込んでますけどもね、はい、これでもね、体力はあると思うんですよ。やっぱりこの辺がこう欧米人と日本人の違いというところもね、実はあると思いますね。しかしこの、ドルーズのサーブはネットに阻まれまして、サーブは埼玉アギオのサンティアゴに移ります。サンティアゴは195センチの高さがあり、今シーズンで4年目を迎えます。これをうまく落としていきました。JT は林のサーブからです。佐藤のサーブレシーブ、ロレネ、これをしっかり決めます。そうですね、ああいうようにね、もうしっかり高さを作って、ネットの通過点を高くして、今みたいな感じブロックの上ですよね、上っぽいようなアタックを打てるわけですからね、常にコンスタントにそれができるかどうか。そのロレネのサーブ、あ、これはもう秋田川もね、もうベテラン選手ですよ。本当にもう非常に長く活躍してますね、この V リーグで。さあその秋田川のサーブです。これもしかしこれは繋いでいます。返すだけ、埼玉上尾はチャンスボール、青柳のスパイクはブロックにかかって戻ってくる。これは決まります。
藤のスパイク、はい、もう佐藤は本当にショットメーカー、素晴らしいボールのそのボールの打ち方というものをね持ってますよね、身につけてます。チームメイトの山口ももう佐藤のスパイクは大砲だと言っていますね。厳しさが大砲ですよね。そうですね、本当そうなんですね。さて2点差に積み上ります埼玉アリオ。その佐藤のサーブ、サーブも力ありますね、はいはい、あこれは角度を見逃しませんでした。佐藤あたり本当あのずっとジャンプトップサーブをね振ってますけども、本当肩の筋肉もつきましたしね、本当、まあ、今のはタプダはですね、タプダの真ん中のいいアタックでした。ロレンの強烈なバックアタックはこれが決まっています。あそこですね、あそこ、今一つ狙ってるかどうかはちょっとなんと見えないところなんですけども、非常に、いいところですよね。おそらくまあ狙ってるんだと思うんですけども、コーナーですよね、あそこにきっちり打てればね、なかなか拾えないんですよ、JT だって、はい。これで2点差です。埼玉アリオとしては早いうちに追いついてしまいたい。打ち瀬戸、しかしこのブロック、誰も拾いませんでした。これで JT のポイント。まずね、ドルーズはね、まず左手ですね、左手のやっぱり最後までこう残ってるなんていう我々言葉使いますけども、はい、しっかりと形を着地まで残しているというブロック、非常にいいブロックでした。ドルーズタッドダオの2枚ブロックにかかりました。内瀬戸ドルーズ、この辺がね JT の強みですよね。やっぱりワンタッチ、そしてビッグからドルーズに持っていく、持っていってハイセット、いわゆる2段攻撃なんですけどもね、確かな攻撃力がそこにありますんでね。田中のサーブ、サーブレシーブ崩れました。これを受けない小畑から林、今度は田中からドルズ、そうですね、ここもまさに JT の強みですよね、うん、必死に繋いだ小畑が大きなリアクションを取りました、うん、これですね小畑ね、はい、なんか最近ねあってこう床にこう打ちつけてこう喜んでますけどもね、まあ、あれはねすごく他のメンバーをその鼓舞する非常にいい動きだと思いますよ。打ち外、小畑も本当そのチームのリーダーとしてね、本当いい働きをしていると思いますね。今の最後まで追いかけた田中をちょっとね気遣うような仕草もありましたね、だから当然自分のことは当然ですけども、他のチームメイトのこともね、こうやってチームを盛り上げていくようなそういった行動をよく取ってるんで非常にいいと思います。ロレンネ落としていく、上がっています、ドルズ、これを拾って、そうですね、ナイスパンケーキからね、はい、そこからしっかり決め切りましたドルーズ、サンティアゴの高いブロックを外して内瀬戸の若干低いところから決めたという、非常にこれもまた冷静な非常にいいアタックです。今度はサンティアゴ、まあ、埼玉もねやっぱりこうサーブレシーブで若干苦しいところもあるんですけども、やっぱサーブレシーブを返してサンティアゴの速攻を今のような形をどう出せるかというのが、ね、大きいポイントですから、少しずつ乗ってくればいいですね。落としていく、追いついた、あとポイントは埼玉アギオに入ります。今のバックアタックがこれですか、はい、まあ、完全に踏み越してましたね。要するに田中のバックアタックがアタックラインを踏み越して打ったって、これはもう反則です。さあ埼玉アギオとしてはラッキーな形で1ポイント増えます。サンティアゴラッキーの後は自力で点を取ります、埼玉アギオ。いやおっしゃる通りね、そのラッキーの後にチャンスが来ますんでね、こういったものをよくきっちりと点数にしたと
まあ、埼玉としてはこれやりたいですよね。しかしここでサーブミス、まあ、これというのは3点を入れるときにはやっぱり3点で得点ができますんでね、得点できるんでそこどう使うか。さあ JT はここで2枚替えを使ってくるようです。和田と柴田が入ってきますので、はい、セッターが柴田に変わる、ね、ということになります。もう右から柴田です。完全なオートマチックな、常にこの2枚替えは使えますね。さあ変わって入った柴田のサーブ、これはサーブです。ここで、交代を使ってきます。ルーキーの目黒が入ってきましたか、はい、で目黒はあのお姉さんが、うん、あの JT に来るということで姉妹で JT、はい、まあ、JT の目黒も必ず七尾固めとして、ね、出てきますけどね、あの目黒も非常にあのいいあの活躍で試合に勝ったなということもありますんでね、目黒非常にサーブレシーブのいい選手ですけども、岩沢これも埼玉上尾のお得意のメンバーチェンジということになります。さあリリーフサーバーの岩沢のサーブ、和田、そうなんですね、あの、まあ、今井が要するにドルーズがベンチに下がっている、この間埼玉上尾としては他のチーム相手としては点数を取りたいんですよね、ドルーズがいないときに。でもそこでねよくやるんですよね、その柴田、和田の2枚替えですね、これがうまく機能していると思います。変わって入った和田の1本でした。無連には落としていく、しかし小畑追いつく、今度落としていく、これは山岸が拾う。さあ変わって入った目黒ですが、あこれはポイントが、埼玉上尾に入っています。まあ、こういう、ね、ミスをしたくないのはどのチームもそうなんですけども、こういったその、まあ、簡単なミスですよね、 そこから連続失点なんていうこともあるんでね、 JT としては次注意したいところです。さあ見逃しませんでした青柳、そうですね、こうなることが多いんですよやっぱり一つの。追いつきたい埼玉上尾、ロレンネのサーブから試合が再開されます。小畑のサーブレシーブ、和田、あいいですね、またも和田です、当たってますね、い
いやね、あの吉原監督もある意味では我慢をして、あの本当にこの和田柴田の二枚替えですよね、ずっと使ってますけどもね、こういったところに出てくるんですね。そしてお兄さんの目黒優さんが、ね、入ってまいりました、ね、これももうお決まりのメンバーチェンジですよね。 JT JT は3点のリードを持っています。18対15、低い弾道のサーブ、しかしこのポイントは埼玉アゲオに入ります。妹さんのあの目黒亜希が、うんうん、サーブレシーブに入りました。ああ、そうですか。さあまたも2点差、ここから1点差と積み上げていきたい埼玉アゲオ。変わって入った和田が当たってますね。和田3連発ですね。これは JT としては和田選手、柴田選手、まあ、交代は大成功と言ってもいいでしょうね。大成功でうまく機能しましたね。さあそしてその大成功のまま、交代を元に戻していくという形になります。ボミーとドルーズがコートに帰ってきました。まあ、この2枚替えはね、あの一つはあの、まあ、いろんな意味がありますけども、そのドルーズにちょっとでもこう休みを与えるというかね、まあ、そんな意味もあると思いますね。コートに帰ってきたモミーは、サーブが、相手コートに入りませんでした。まあ、これ今2点差ですけども、だい中盤ねだいぶ JT がリードしてましたけども、ここに来て、まあ、この2点差はそんなに大きい差じゃないと思います。私は。さあ埼玉上尾も交代を使ってきます。変わって入った、鎌田咲のサーブです。2点差を追いかけます。ドルズ上がっている、内瀬戸、ドルズ、まあ、ここですよね。 JT はのドルズが上がってきまして、はい、ここであの球が集まるわけですけども、それを埼玉としてはもう1本2本でもいいからブレイクを、あのカウンターアタックをしてやるというね、そういったことができるかどうかというのは鍵ですね。埼玉行この2点3点という差がなかなか縮まらないまま相手に20点目を許しました。田中のサーブ落としていく、まあ、オーバーネットを取られましたね。しかしこれがポイントが、JT に入ります。4点差と変わっています。まあ、目黒選手真ん中でやってますけど、サーブレシーブね、サーブレシーブいいですよね、目黒選手。さあ田中のサーブから試合が再開します。さあその目黒のサーブレシーブでした。内瀬戸、ドレネ、いいコースですね。から相手のワンタッチ、はい、まあ、先ほどもねあそこ打ちましたけどもね、これこのバレーネのクロス、はい、これあそこはね、あのどんどん攻めるべきですね、ロネネとしては。はい、ドルーズ上がっています。しかしこのボールは JT にダイレクトで返る。ポイントは埼玉上尾、これはアウトになっています。はい、2点差です。こう2点差までは、ね、何度か、ね、あの追い詰めては来ているんですが、まあ、JT も、ね、あの最近ちょっとやっぱりミスが出がちなんですよね。
どんどん落としていく。山岸よく追いつきました。さあこれはダイレクトで返せば、あっとポイントが、これは JP に入ることになります。はい、今のはね、あのサンティアゴボールが来た時にこう押し込みましたけどもね、それをよく誰でしたかね、タットダオかもしれないですね、よく拾いましたね、よくつなぎました。さあ JT は3点のリードがあります。タットダオのサーブ、サンティアゴドルーズのタッチネットです。ポイントは埼玉アゲオです。こういう意外にあのミスが、ね、出るんですね。あの JT もここは課題だと思いますね。なんかこうらしくない今日はポイントが入ってきますね。さあこれで23点目が入ります。 JT マーベラス、そこもね、監督としてもちょっと気になるところだと思いますね。まあ私だったら気になりますけども、要するにタッチネットとかね、そういうのが余分な点数ですからね。アタックラインの踏み越しなんかもありましたかね。そうなんですよ。目黒、これはバックアタック。まあこれは早いバックアタック、田中の強烈なバックアタック、はい、これでセットポイントとなりました。 JT このサーブはコートを大きく超えていきます。はい、まあ、ここでね誰にあげるか、あの結構その25点目をミドルを使って点を取るなんていうことが結構私の時はだいぶありましたけどもね。あのさあ JT はあと1点、よく追いつきました。これもよく追いつく。さあこれで最後のポイントが JT に入りまして、25点目、うまくもう外に打つようなアタックでワンタッチを誘いました。さあ4点差をつけて JT マーベラスマ、
第2セットは青柳のサーブから始まるようです。第2セット埼玉上尾は先ほど途中で交代で入った目黒をそのままスタートで入れています。そうですね、サーブレシーブ守備固めから行きたいといったことだと思いますけども、ドルーズまず第2セットまず最初の1点は JT に入ります。そうですよね、本当ドルーズも高さパワーありますけども、もうそれに加えてテクニックあるいはもうベテランに近いぐらいの年ですけども経験値というものもあって非常にこう出来上がった選手ですね。 JT は田中のサーブ、ドレネ、このポイントも JT に入るという形になります。あれは、まあ、ふかしたというか手にしっと当たってないですね。最後 そのスナップが効かせることができなかったという、まあ、この辺もやっぱり一つの路面での課題なんでしょうけどもちょっと惜しいミスでしたね。田中のサーブが続いています。 JT は第2セット田中、もみ、芥川、林、ドルーズ、タットダウのメンバーで入っています。林ロレンで追いつく、ただプッシュする、さあ繋いでドルーズ1セット、しかしこれはブロック。 JT マーベラス早速で4連続ポイントになります。まあ、やっぱりあの JT はねやっぱりドルーズの存在ってのは大きいんですよ。だからもう1本目をちょっと苦しくてもしっかりといわゆる2段攻撃というかね2段トスに持っていければドルーズが何とかしてくれるというチームなんで非常にあの安定感のある形になってますね。これは決まります。ロレンネ、そうですね、まあ、打ち方としてはああいうのがいいですよね。あのコースをしっかりも狙って打つというね。さあこれはタッドラーが落としていきます。再び A サーブはこれで JP と変わっています。まあ、今のも、ね、微妙な審判の判定でしたけどもねちょうどボールがもうネットの真上にあったんでどっちにとっても良かったような、まあ、プレーでしたけどもあの判定でしたけども、タットダウのサーブ、サンティアゴ打ち瀬戸、山岸のトスからの打ち瀬戸でした。はい、まあ、最終的に打ち瀬戸選手で決めましたけどもね、まあ、JT もあのしっかりとサンティアゴマークしてますね。ダブルブロックで埼玉では打ち瀬戸、山崎、青柳、目黒、ロレンネ、サンティアゴというメンバーで第2セットを戦います。はい、またちょっとあのアタックラインを踏み越しましたね。先ほどの速いバックアタックなんですけども、さあボールはまだ上がっている、ドルーズ、またもドルーズ決めました。まあね、JT 当然ドルーズが決めればいいんですけども、ただ他のメンバーが、まあ、なんて言いますかね、田中、林がそれほどこう当たってるっていう感じはまだないんでね、こうなるとあのひとたびドルーズが決まらなくなった埼玉ゲームは随分チャンスになると思います。ドルーズが今日ここまで17分の11で 64.7% の決定率、はい、逆にこうドルーズを止めてしまえば埼玉はそこから勢いに乗ってこれそうですね。そう、そんな感じなんですよね。今のもね、あの先ほども2回もそのオーバーラップしましたんでちょっとその辺のところ調整しようかなというアタックになっちゃって逆にブロック止められてしまったというプレーですね。またもドルーズ落としていく、しかしこれは届かない。なるほど、もうはっきり分かってますね。今のサンティアゴのサーブ、そしてサンティアゴの前にフェント、ああいう形でフェントすれば決まる確率は高いというのはしっかり頭の中に入ってます。代わって JT 林のサーブです。これは田中追いつきます。またもドルーズ、ドレンネ、ポイントは埼玉。そうですね、まあ、ロレンネ決めましたけども今もあの
タッチネットなんですね。また JT が随分多いですね。あの JT のタッチネットが。これで、1点差と迫っています。さあなかなかこう2点差まではいったんですが、追いつけなかった第1セットですから、あの、このセットではもうここで追いついてしまいたいところですね。そうですね、もうやっぱり全8点までリードしたいところですよ。さあこれで6対6の同点、はい、追いつきました。そうですね、ナイスタッチアウトですね。第2セットスタートから入っている目黒です。目黒非常にいい打ち方しました。クロスの方を見ておいてそのラインを、ね、打つという。さあここから追いつき追い越したい埼玉行ですが、ドルス、しかし逆転は許しません。 JT ワンタッチでしたね。ちょっとねこうミスショットのような感じでしたけども、ちょっと無理な体勢から打ったようには見えますが、それでも決めてくるドルスです。芥川のサーブ、強力なバックアタックでしたが、タットロー、タットローもしっかりと やっぱりこう2年連続勝ってますしね、制覇してるからもう小畑あたりのそのウィニングスピリットといいますかね、ウィーナーたちがいっぱいいるわけですから、まあそれは非常にあのいいと思います。3連覇を目指すシーズンの終盤を迎えています、はい、JT マーベラス。ちょっとこれは今のは、判定不満そうな感じでしたね。そうですね、 JT があのちょっと聞きましょうか。ネットを越えてない、青柳のアタックがネットを越えてないかとか、あ、なるほど、青柳の打ったアタックがアンテナにぶつかったんじゃないかというこちらのプレーです。チャレですね。アンテナは大きく揺れているように見えますが、はい、判定はどうか。まあ、見たところ青柳の打ったボールがアンテナに当たっているようには、まあ、見えますけれども、どういうような判断が下されますか。チャレンジの判定を待っている両チームの選手たちです。この8対7という1点差のところ、3強入りを狙う埼玉行としては1点1点が非常に大きな意味を持ちます。あの本当まだあのまだまだ試合残ってるんですけどもね、まだ8試合ですからね、残ってると思うんですけども、やはりあのこういったところで JT あたりに勝つということはすごいあのチームの士気を高めますしね、非常に重要な試合だと思うんですよ。やっぱりまあ、それのところはもう山岸チームキャプテンを中心にしてね、もう重々承知しているはずですから、そこはうまくその気持ちと勝ちたいという気持ちとうまくプレーがね、あの折り合えば重なり合えば非常に面白いと思いますけども、 JT の選手たちはあの非常にリラックスした表情でこの判定を待っています。ね、やはりそうでしたね、アンテナに当たりましたね、直接ね。まあ、チャレンジが、これで JT マーベラス成功ということになりまして、はい、ポイント変わって9対6となります。判定覆りました。さあ JT のナイスチャレンジでね、はい、これで JT としては乗っていきたいところですね、相手のミスをきっかけにして。
となりまして JT は芥川のサーブです。青柳またも青柳に、トスが上がりました、ね、これは完璧にブロックしました。はい、まあ一回失敗したんでね、もう一回同じところにトスを上げて自信つけさせる、自信つけるというようなトスで、あるいは相手のそのブロック戦術の逆をつくというか、そういう戦術でしたけども、JT のナイスブロックに阻まれたという形です。田中のブロックでチームの勢いづいたか JT、連続のポイントになります。まあ権田選手が入ったんですね。権田が青柳のところに入ったんでしょう。またも交代を使いまして、ね、セッターは、岩崎小読みが入ってまいりました。ダブルの形なんですね、はい、岩崎小読みですよね。私はずっと岩崎というと、ちょっと私はちょっとずっと長く富永小読み小読みって呼んできたんで、はい、呼びづらいですね岩崎ってね結婚出産を経て富永から岩崎に登録名も変わっています。いやもう唯一のママさん選手ですよ、まあ、10ヶ月の男の子のママですけどもね、まあ、こういった選手がねやっぱりいっぱい出てきてほしいですね。2月の19日の日立アステモ戦で2シーズンぶりの復帰を果たしました岩崎、はい、その岩崎のトスからの打ち所、はい、だからこの2枚外ですね岩崎小読みやはりこうベテランですしね、やっぱりチームのママ的存在でもあるわけですから、流れを変える力は十分にあります。そして打った内瀬ですけれども、岩崎のトスをまた打ちたいという気持ちもあって、この埼玉への移籍を決めたという話があったので、2人のコンビネーションが決まると、まあ 2人にとってもね、一本一本が思い入れの深いものになるでしょう、これ大きいと思いますよ。しましたけども、まあ、そうなってますからね、まあ、オリンピックは残念ながらいけなかったんですけども、結婚出産というところはプラン通りの、そして復帰ですね。そうです、この復帰が大切でね、ちゃんと復帰してしっかりとチームの柱になってますから。キャプテンの山岸も今シーズンの注目選手として岩崎を指名していました、はい、だからこういう本当やっぱそういう選手がいるとチームというのはそれを中心にしてまとまるそのということが非常にあるんで、いいと思いますね。さあ埼玉アゲオは3点差を追います。権田、山口、岩崎、この変わった3人がどれだけゲームの流れを変えられるか。さあその山口です、この2枚が今のところ大成功ですよ。で山口、首里もこれはもう本当ショットメーカー、得点メーカーと言ってもいいぐらいその点を取れる力がありますんでね、この選手はチームの元気印でもあります。もう元気はいいですね、非常にエネルギッシュな選手で、まあ、相当な難しい場面でも行ってガンガンやりますんでね、チームにとっては貴重な存在です。こういうのを埼玉が点を取れればいいですね。その点を取りまして、はい、これで1点差と、まあ、要するにドルーズの、ね、アタックをワンタッチをして、そして確実にセッターに持っていって、まあ、トスが若干低かったですけども、まあ、決めたと。こういうので流れ乗ってきますんで、今のところメンバーチェンジは成功ですね。
崩していきます。田中、岩崎から内瀬戸、まだ続いています。ボールは上がっている、よく上げました。内瀬戸もう一度、今度は田中、今のはよく粘りましたね。まあ田中のね、思いっきりのいいタッチアウト、ね、この田中のスパイク、田中も本当パワーがありますしね、本当は相手にすれば嫌な選手なんですよ。これで JT は2点差としています。今度は山口、そうですね、先ほどの和田の3連発と同じように、もう山口シルミの3連発ですよ。これは素晴らしい、まあ、そのまま行きますね。富永を、岩崎を前に上げて、前衛に上げて、山口のサーブ、角度、山口を追いかけたが、これは JT のポイント、はい、のサーブです。サンティアゴ、タットドからドルズ、あーですね、これはポイントは JT に入っています。ハイライン、ハイラインと言いますか、高い打点で高さをそのまま残してラインに打つというね、ハイラインショット、ナイスです。ここで変えますね、交代を元に戻すようですね、はい、でも今の、岩崎小読みと、山口修理のダブルは非常に成功したと言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ、2枚替えを元に戻しました。埼玉上げよう、タットドのサーブ、これは内瀬戸の冷静な判断、はい、いやこういうことをできるのがね、内瀬戸なんですよ。もうトス上がった瞬間トスが近いって分かってですね、もう手を上げて先ほどのようなプッシュをやるという体勢を作って、非常にうまいです。ドルーズ落としていく、つないでいきます。 JT チャンスボール、ドルーズ、おっと、これは珍しく完全にトスが低かったです。ネットにかかってしまいました。あれはちょっとモミー選手のトスミスですね。完全にトスミスです。埼玉上尾としてはラッキーな形での1ポイント、短いサーブ、あっとこれがネットにかかる。いやもうそれどころじゃないですよ。やはりこのチームが勝つか負けるかということに、まあ、集中して、個人賞というのは結果的に個人賞を取れたとかいうようなことで、ただまあ人によってはね、本当終盤で狙っていくなんていう場合もありますけども、でも大方はねそれどころじゃないですよね。チームが勝つか負けるか、
まあ、見ている側のお楽しみという感じですかね。これ見てる方楽しいですよね。さあ、JT は、第1セットと同じように2枚替えを使ってきまして、柴田と和田が入っています。さあ、埼玉アゲオはチャンス、このチャンスは決めたい。ロレンネ、今のブロックに飛んでいた林が非常に悔しそうな表情を浮かべていましたね。今スクラム別に上から打たれたわけでもなく、ちょうどこう手に来ましたんでね、手に当たったらやっぱりもう一つ踏ん張りこう締めて、立ち合うとやられないようにしたかったというねことでしょう。さあ、サーブで崩します。埼玉アゲオはチャンス、これで16対16、目黒の1本で追いつきました。ナイスプレーですね。はい、まあ、あの22番の権田選手入ってますけどもね、あのもう私の時はなかなかあの持って生まれた高身長、高い身長をね使い切れずにいましたけども、こうやって試合に出るようになりましたね本当。これはカナダ、ポイント、16対17、埼玉アゲオは1点、ね、はい、リードします、はい、でやっと逆転ですね。そうですね、やっぱりあの GT がね、やっぱり今一つその、まあ、ドルーズがに頼り切ってるっていうか、まあ、田中のいいアタックなんていうのも出てきましたけども、ちょっとあのミスが多いということを引きずってるような感じもなきにしもあらずですね、ちょっともうミーのトスが低かったとか、そういうこう一つ一つの精度というものがちょっと以前よりもあのちょっと低いような感じも受けないわけじゃないですね、私からすればですよ。 JT らしくないミスも出ましたが、このあたりは、ね、あの水曜日に試合もありまして、その辺のコンディションというのは影響してそうですか。いや、ありますよね。ただね、それでものすごく影響されるというようなメンバーじゃないと思ってるんですよ。やっぱりもう体力もしっかりありますしね。サンティアゴのサーブで試合再開です。あ、これはさあ逆転を許しタイムアウトを取って、再びすぐに同点に追いつきました JT、はい、そして林のサーブです。そうですね、いや、 やっぱり埼玉ゲオはですね、このところずっとサーブレシーブが非常にいい感じです。サーブレシーブがしっかり返ってます。ですからその分いいトスをがこうもらえるという形になってますんでね。1点のリードを持ってロレーネのサーブ落としていく、よく追いつきました。さあ、埼玉ゲオはチャンスボール決めたい。権田、権田選手決めましたね。今もノーマークでしたけども、いや、権田選手が V リーグで得点をするようになりました。嬉しいですね、私としては。さあ、権田のポイントで点差を広げていきます。埼玉アゲオ2点のリードがあります。第2セットも交代での登場となった和田ですけれども、またも決めますね。和田は非常に活躍してますね。1セット目、2セット目。そして再び JT は、目黒優香を入れてきます。リリーフサーバーでの登場。さあ、18対19、1点を追いかける展開となっています JT。 ロレンネ落としていく、山崎追いつく、山岸からロレンネブロック、まだフォローしていきます。この豪快なクロス、今のはどうですかね、入ったようにも見えましたけどもね。これはギリギリだと思いますね。打った目黒は入ったんじゃないかというような表情は見せていましたが、もう入ったように見えてるはずですね、目黒にしてみれば。このプレーです。
山岸のトスからの目黒のスパイク、あの本当にコートのラインのギリギリのところを狙って打ったクロスですが、あとこれはボールはアウトだったということです、はい、判定は変わらずチャレンジは失敗となります。まあ、残念なチャレンジだったかもしれませんけども、まあ、でも目黒選手も、ね、よくコース打ちできますね。本当サーブレシーブも硬い選手ですし、いいと思います。さあチャレンジは失敗となりまして、ポイントは19対19の同点となっています。再び目黒のサーブ、もう一度目黒が打つ、田中、もう一度目黒、ロレンネ、これもブロックする、おっとタッドを拾います、田中落としていく、これが落ちる。まあこれは田中の技ありですね。よく見てて、まあそこに落とすとロレンネがああいう形になってると思う。銀が来て山崎はどういうチョイスをするかというのは非常に興味あるところです。青柳をもうすぐ使うのか、あるいはロネンネで行くのか。セッター山崎のトスワークにも注目。目黒のサーブで試合再開、落としていく、あ目黒でしたね。埼玉業の目黒秋にトスが上がりました。いや本当この選手が入るとサーブレシーブが安定するというのは監督にとっても非常にこう安心感のあるところだと思いますよ。これで再び同点とします。第2セット接戦のまま20対20後半を迎えています。あこれは大きい一発ですね。また和田ですけども、これで二枚替えバックでドロズが入ると、ここで二枚替えを元に戻します、はい。まあ、あの和田としては十分な仕事をしたとも言ってもいいでしょうね。もうほぼ完璧な仕事と言ってもいいでしょうね。よくしっかり仕事しましたね。さあこれで JT としてはセッターが柴田からモミーに変わるという形になっています。そのモミーのサーブです。強打はしない、田中大きく上げてドルズ、しかしこれは止めます。田中、山崎からロレンネ、山岸よく拾った、打ちシュート。あーいやー両チームともね、そのいわゆるリバウンドを拾うブロックフォローですね、しっかりして攻撃に結びつけるというのは非常にこう高度ないいプレーだったと思うんですけども、ちょっと最後ちょっと打ち切れなかった。モミーのサーブが続いています。ちょっと合わなかったか、小畑よく追いつく、ネット際の攻防、ドルーズ、もう一度目黒よく上げています。さあこれはフォローします、打ち瀬戸、しかしこれも JT のポイント、全く同じ形で失敗しましたね。その前のミスと同じ技術的なミスでした。
まあ、JT としてはここでドルーズをうまく使って1点取りたい。24点目。さあ、これで24点目が入りました。 JT 選手たちも非常に、雰囲気よく賑やかになってきました。そうですね、チームを勢いづける1本。そうですね、先ほどのあれを晴らすような、ね、同じようなコースを狙ってね、まあ、その辺がさすがですよね。まあ、2本ミス出ましたけども、3本目はきっちり自分の打ちたいところに打てるという、ね、実力があります。青柳のサーブ、短いサーブがあっと入らない。ここはちょっと狙いすぎたというところ。本日の試合の解説は吉田俊明さん。長年埼玉アリオの、あの監督を務められていたと。そうですね、はい、もう第2セットはあの嬉しい権田の成長もありました。そうそうそう、もう本当はやっぱりああいうね、こう地道に頑張る選手が頑張ってアタック決めれるようにやったなんて見るのがね、面白いですね。そういう見方もあるんでね、あの長年見てるとね、また楽しみも変わってきますね。そうですよね、本当。さあ、第3セットの最初のポイントはまずはドルーズです。あのもう、まあ、これ感染の仕方みたいな話かもしれないんですけれども、こう成長していくんですよ、やっぱり。ですから、あの、まあ、その1点2点取った勝った負けたも当然これ重要ですけども、ただ選手がどのぐらい伸びたかなんてね、皆さん見てもらうといいですよね。面白いですね。ぜひね、あの今シーズンご覧の皆様 もうこれから先ずっと長く V リーグ応援していってください。いや、本当そうなんですよ。
さあこれで1対1としています。そうそう、第3セット長く見てると選手がどういう風になったなんていうことのね、そういった変化も分かりますからね。そうですね、はい、青柳のサーブドルズ、この強烈な一本入ってます、はい、ものすごい腕のスイングでしたね。非常に腕の振りが良かったですね、本当にね。しっかりともう思ったところにブロックの上から打てるというね、本当世界の大エースです。ここまでドルーズが、今日は 51.7% 決めています。サンティアゴ、しかしこれはブロックフォロー、ロレンネ落としていく、上がっているドルーズ、まあね、なんとか本当ドルーズの得意なコースなんですよ、あそこね、あのなんとかもう分かってるはずなんでね、ちょうどあそこに位置取りはしてましたんで、まあ、埼玉アゲンは今度あの岩崎小読がねスタートでやってますんでね、あの流れを変える可能性が十分あると思います。先ほど吉田さんから話がありましたが、うん、第3セットは、スタートから、岩崎入っています、はい、そして、JT の方は第1セットと変わらずのメンバーですね。そうですね、同じですね。さあこの少しメンバーを変えてきたというところで埼玉アゲオは流れをつかみたいところ、1セット小畑が上げての林、マルコス監督かなりコートに近いところにいましたね。マルコス監督にタッチしましたけども ブロックにはタッチしてないですね、本当にね、さあもう後がない埼玉アゲオ、この第3セットは何としても取らなくてはいけませんが、はい、サーブはミスになります、はい、まあ、の埼玉アゲオとしてはサーブレシーブは、まあ、ある程度返ってますんでね、だから今サンティアゴが前衛なんで、そこあたりを中心にしてね、点数をまとまって取れれば面白いと思うんですが、あっと、つな、はい、がりませんでした。そうですね、岩崎小読みのああいうツーアタックというか、はい、もう得意なプレーですね、もうものすごく攻撃的な、もうもともと高校時代もバリバリのアタッカーでしたからね、そういうセッターにコンバートしてね、ここまで来ましたけども、ですからまあ打てるときはもう打ちなさいとは私のときはね言ってたんですけども、さあこれがサービスエースになる、うん、ここでマルコス監督動くんですね、交代ですね、ここで佐藤をバックしましたね、はい、さあここで佐藤はまずサーブレシーブから頑張りましょう。目黒に変えて佐藤を入れてきます、埼玉アゲオ、打ち瀬戸、さあこれで埼玉アゲオにサーブが回ってきますので、2点差となっています。ここで、打ち瀬戸のサーブになります。強烈な一本、そうですね、ここのところずっと林選手が、ね、あんまり決めてなかったんですよ、あまり打数も多くなかったですね、そしたら、まあ、サンティアゴも完全に、ミドルをマークして林が打つときにブロック1枚の状態を作れたというのが良かったんですけども、林が今日ここまで打数が9です、あんまり決定率高くないんじゃないかと思うんですけども、そうですね、
イラントスレフトの戦いみたいな打ち合いになった時に佐藤が決めるんですね。そういう形になるかどうかでしょうね。 JT はドルーズのサーブから再開です。さあこれは打てません。 JT チャンス。さあこれはつないでいく林。ドルーズ、これはナイスブロックですね。ドルーズを止めての1ポイントですかね。佐藤の手に当たってます。佐藤の手に当たってますけども、今のはちょっとこうあの打ち損ないというやつですね、今のはね。さあこれでサーブが回ってきました。埼玉リオ、しかしこの流れは1本で切ってくる、はい、ここでね2本連続決めましたね林はね。あのパワーもありますしね、本当高校時代からもう優勝経験もいっぱいあるし、まさにウイナーの一人ですよ。林のサーブ、タットダオ、しかしこれはポイントは埼玉行なんですかね。そうですね、失礼、モミーでしたね。今モミーがこう持ったということですね。持ったというのはボールをこう持ちすぎてこうパスアタックがコントロールミスということですけども。さあポイントは埼玉上尾。ここで交代で鎌田が入ってきまして、サーブ、しかしこれはミス。コートを大きく超えていきました。これで10点目。ああそうですね、今度は鎌田にと下げさせるんですね。なるほど。ラミーからドルズ、これは追いつきます。ドルズ、しかしこのブロック、はい、ボミーとカットドを飛んでいました。2枚ブロック、そうですね、モミの手に当たったんですかね、まあ、だから、ええ、まあその前にちょっとこう鎌田選手をこうよく使いますね。まあ、なんとかセッターを変えてリズムを変えたいということで真ん中でよく使って決めましたね、はい、埼玉上尾は、セッターが岩崎から鎌田に変わっている状況です。佐藤のサーブ、ネットにかかりながらイン。ドルズ、内瀬戸、ドルズがカバーします。これは後方に跳ねましたが佐藤がロロレンネ、内瀬戸、これは2ですがまだ上がっています。ロレンネ、あっといやね、すごい音がしました、うん、今ナイスブロックなんですけど、ちょっと顔に当てたんですかね、うん、その前の、まあ、モミー選手が、ね、また同じようにこう2アタックのような感じで、ボールを埼玉上尾に返したんですけども、それはなんか鼻に当たったのかその影響ではないと思うんですけども、ちょっと痛そうではありますが、なんとかプレーは続けるようです、そのモミーのサーブです。青柳、内瀬戸、そうですね、まあ、内瀬戸選手ナイスですけども、青柳が最初打った時にちょうどね、しっかりやっぱり2枚マークしてるんですよ、青柳選手の前に JT がね。だからちょっとあの形だと青柳はこう決めづらいかもしれないですね。その青柳のサブ、カットダウン、これはもう早いね、いい攻撃ですね。ロレンネとサンティアゴのちょうど真ん中でしょ、間でしょ。これで5点のリードを奪っています。田中のサーブ、ロレンネ、ドルズ、佐藤がつないで
JT のチャンスボール。林、内瀬戸追いついた。バックアタック、これも拾っています。林、これは JT のポイント。長いラリーを制したのは JT。まあ、今のこういうことができるといいですね。まあ、要するにあのドルーズが、ね、ちょっと決まらなかったんですね。でラリーが続いて、で最終的に林が決めるという、まあ、林がドルーズを助けたみたいな形ですけども。埼玉県は再び山口を投入します。そうですね、ちょっともう監督もやっぱり追い込まれてるんで、いろいろメンバーチェンジでなんとかリズムを変えようというような作戦に出てるわけですけども、まあね、このぐらいの点差になってくると、どうしても監督というのはなんかできること、要するにまあメンバーチェンジとかですね、考えますんでね、どうしても追い込まれちゃうと。さあ、代わって入った山口のサーブです。サーブで崩しました。ナイスサーブ。サーブレシーブうまく返りませんでした、はい、JT マーベラス。サーブレシーブの成功率は 63.5 でリーグ1位のチームです。そうなんですよね、本当サーブレシーブが良くなってきました。打ち瀬戸、さあこれで連続のポイントになります。埼玉アゲア、まあ、まだ勝ちが決まったわけでも何でもないんでね、やっぱりこう1点1点取りに行かなきゃいけないんですけども、ちょっと集中力が欠けてるかもしれませんね。今山口がサーブ3本目、タットダオ、サンティアゴ、さあネット際、これは埼玉アゲアのボール。鎌田の2つないでいきます。林、上がらない。ポイントは JT。はい、まあ、今途中でね、その前ですからね、ちょっとこうツーアタックっぽくねボール返してしまったっていうケースがあったんですけども、ああいったところからそれを見逃さないで、そのチャンスにして点数取ったっていうのは JT が良かったと思います。打ち瀬戸、ドルス、これは上がらない。やっぱり、ね、あのドルーズが こうやって今ここのところのまあ、この時間帯といいますか、この今のところあんまり決まってないですね。こういうことが今までよりも多いですよね。あの埼玉行としてはチャンスですよね、はい、しかし JT これで16点。というのはね、何とも言えないところあるんですけども、
まあ、JT としては自分たちのバレーボールをもういかにできるかというところに来てますね。といったところでいつもの二枚替えと、はい、和田と柴田が入ってくるんですかね。まあ、第1セット第2セットともに交代に入った和田がしっかりね仕事をしていますので、今日はすごい活躍ですからね。この3セットがどうかというのは、3セットも続けばすごいですよ。このドルーズがいない間がチャンスと思ってしまいがちですが、しかしこの和田が当たっていますので、そうなんですよ。いや本当ドルーズがいないよしと思うんですけどもね、ところがこれで2枚替えで終わって、この1セット目2セット目のように和田にどんどんと決められるとちょっと嫌なところですよね、相手にすれば。3点落とす。はここで岩沢を入れています、はいはい、これもいつもの守備固めですね。リリーフサーバーで岩沢の登場です。さあまだ繋いでいきます。林、これも和田、しかしこれは落ちる。これも決めましたね。またよく追いかけたんですが、うん、わずかに届かず。サーブは JT 林です。力の乗ったサーブ、バカタク和田、しかしその和田を止めました。そうですね、これはもう止めた、うん、青柳もガッツポーズでしたね。そうですね、今まで全部決められたんだね。これは青柳のナイスブロックですね。まあ単純な形になったんでね、非常にブロックを止めやすい状況になりました。おっと、またも和田、同じとこですね、全く同じとこにフェイント。これはちょっと嫌なとこですね、埼玉としては。そしてこれも先ほどの第2セットと同じように目黒が入ってきます、はい、目黒。まあ、妹に負けたくないというところでしょうけども、今日は姉妹対決も実現しました。目黒優香と目黒亜希、今は入ってないんですね。はい、そうですね、うん、このセットは目黒優香、 JT のお姉さんの方ですね、目黒優香がコートに立っています。この1本はさらに JT を勢いづかせそうな雰囲気があります。今のね、ナイスタッチアウトに山岸もね、アウト。サーブを打つのは交代で入った目黒です。山口、まあね、本当に山口、山口首里が当たるとね、本当にこう連発して決める力あるんですよ。ゴム丸のようにトーンとジャンプしますね。また佐藤サーブよく上げた、内瀬戸、今度はブロック、山口、これは大きくガッツポーズ、はい、青柳と山口飛んでいました。
でこうなってくるとね JT はちょっとね嫌な感じになってきますからね。本当佐藤のサブタッドダウン、今日のこのタッドダウンはいいですね。さあここで JT は2枚替えを元に戻しまして、ドルーズとモミーをコートに戻します。そうですね、同じパターンですね。まあ、20点以降ドルーズが帰ってきて20点以降の大切な勝負をするというね、まあ、JT としてはいい形になりましたね。和田が今日13分の8で 61% 決めました。 すごいですね、いい仕事したと、ね、言ってもいいでしょう、はい、そこでまたドルーズが帰ってくるわけですから。そうなんですね、本当に JT の選手層の厚さは凄まじいものがあります。タイムアウトが明けます。6点を追いかける埼玉上尾。これ打った山口はちょっとがっかりしたような表情が見えました。はい、今の山口としてはもらったと思って打ったタックルだとは思うんですが、がっくりと肩を落としました。これで23、調子いい時はね、ああいうブロックフォローなんかも体スッと行くんですけどね、行かなくなっちゃうんですよね、これ本当。これで24点目。マッチポイントとなります。埼玉上尾としては万事休すという感じでしょうか。厳しいですね。内瀬戸、落としていく。岩沢が上げて、内瀬戸もう一度。このボールはわずかにコートの外。さあ、埼玉上尾はサンティアゴを再びコートに戻します。ですね、まあ、JT としてはここでもう一発で25点目を取り切るというところですけども、どこまで食らいつくか。埼玉上尾、青柳のサーブです。ドルス、これはブロックのフォロー。田中、ですね、またドルスでしたね最後。あ、ドルスじゃなくてすみません、タッドダゴですね。さあ、これで3連覇を目指す JT マーベラス、ストレート勝ちを収めまして、埼玉上尾との3回の対戦を全て勝利で終えるという形になりました。まあ、今日はちょっと埼玉上尾が意気込みすぎたかどうか、ちょっと出だしからね、ちょっと硬さがありましたよね。で、最後はちょっともう自分たちのバレーができなくなってしまったという、ちょっと残念な結果ですね、あの埼玉上尾としては。まあ、JT はやっぱりね、JT もね、そのタッド、あの